です。今日も一日お疲れ様です。今回はですね、今世間を騒がしてるあの8番出口をリアルに体験していきたいと思います。そこで今回使用していくのがじゃん、こちらのメタクエスト3でございます。これがどういうものかと言いますと、 VR でゲームの世界をねリアルに体験できるんだって。めっちゃ楽しみ。私 VR 昔から気になってたけどやったことがないんですよね。今回初めて VR を体験できるということで、そしてあの8番出口の世界観に行けるということで、めちゃくちゃ楽しみです。ではね、早速こちらのメタクエスト3を開封していきたいと思います。じゃじゃーん。めっちゃスタイリッシュ、かっこいい。まずこちらが本体であるヘッドセットですね。そしてこちらがコントローラーでございます。こんな形のコントローラー私初めて持つんだけど。ということで早速こちらのメタクエスト3を使って8番出口 VR やっていきたいと思います。ではね、無事にタマが8番出口までたどり着けるようにチャンネル登録と高評価で応援よろしくお願いいたします。ということで早速一号。ではね、早速装着していきたいと思います。すごい、あ、もう映る、あ、すごい、本当に来ちゃった。待って、おじさんが歩いてくる。待って、ないかを見極めていかなきゃいけないんだよね。で、まず今ここにいる私のこの通路、ここにはまだ異変が起きてないから今の状態を覚えておかなきゃいけないんだよ。ということで見ていきたいと思います。まあ、一回ね VR じゃないやつやったことはあるんだけど、だから大丈夫な気がするんだけどね。こういうポスターとか変わったりとかする可能性があるから、このあ、てか音怖いね。待って、音怖いね。めっちゃリアルに聞こえてくるの音が、ちゃんとその場所から。ペットね。はい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 。司法書士。メイクアップアート。で、なんかライブみたいなね。ポスター。ポスター、これはもう OK だね。で、扉が、1、2、3とある。はいはいはい。てか、めっちゃグラフィック綺麗だね。すごいよ。だってさ、扉のさ、ちょっとした汚れみたいなのが超リアル。本当に来ちゃったみたいな。うわ、待って、マジで怖いんだけど。どうしよう。全然怖さが違う。てか、ちゃんと扉に書いてあったんだね。分電板室。従業員専用とか。清掃員詰めどころ？清掃員詰めどころ？詰まってんのかな？清掃員が。で、消火栓とか。すっご！防犯カメラ作動中。あそこに防犯カメラ一つ。で、これ、地下広場って書いてあるじゃん。これね、変わる可能性あるから覚えておこう。で、排気口二つね。オッケー。よし！これを覚えておいて、次からね、異変があるかないかを探すってことね。だいたいさ、今まで私8番出口の異変全部見たはずなんだけど、どんなの来たか覚えてるけど逆に怖いかも。それはそれで、おじさん来た。さっきはごめんね、スマホ落とさしちゃって。でおじさんにも異変があることあるからね。あれ、これまだ異変起きないのか、注意書きされてないんだけど。まだか。どうも。え、靴下履かないで靴履いてんの？気持ち悪くなりそう。あれ異変じゃないよね、靴下履いてないとか。見てないよ。待って、怒ってない異変。なんか怖いんだけど本当に。え、待って、なんかバーンみたいな感じの異変来ることあるからさ、マジで嫌なんだけど。大丈夫？え、怖すぎる。え、私舐めてたわ。8番出口って結構さ、ホラーゲームっちゃホラーゲームだけどコメディ寄りだなって勝手に思ってたの。え、無理です、ホラーゲームですこれは完全に。まだ続くこれ。異変を混乱さそう。あ、0番に来ました。なんだよ、私は今までのチュートリアルでこんなにビビってたのか。
はい、ここにご案内がありますね。異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引き返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、8番出口から外に出ること。もう私は早くここから出たいですね。怖い。え、みんなには分かんないよね。だってこれつけてないんだもん。わかる？私はこの世界にいるわけ。ね？わかる？みんなには分かんないかもしれないけど、私はとっても怖いんです。来る？もう早速もこれ異変起こる可能性あるからね。おじさんが異変ある可能性もあれば、他のポスターとかの可能性もある。ね、マジで怖い。本当にどうしよう。頼むからさ、運よく異変全く起こんないで進めないかな。で、ポスターって結構分かりやすく変化するから、一旦ポスターは大丈夫そう。あと扉ね。ここら辺の扉が結構なんか起こったりするけど、大丈夫？え？怖い。え、ないない。もう行く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 。もうこれは進みます。いや、なかったよね。あ、ちょっと待って。でもこれは、地下広場。あそこのね、文字が変わる可能性あるから、ちゃんと後ろも確認しなければいけない。よし。いやー、これは怖いな、怖いです。とっても。みんなが思ってる以上に私はとっても怖いです。1番来ました！ってことはさっきの正解ね、異変なかったんだよ。OK。これが、8番まで行けば、もう出られますよ、みたいな。そういうことなんで。よし、目指していこう。一発クリア行こう。失敗なしで。失敗なしで一発クリア目指しますと。はい。まず、異変チェック入りまーす。おじさんの異変はなさそうかな？とりあえず。で、ポスターは？変わってない。ね、おじさん！ね、お願いついてきてくんないかな、ちょっと。ね、怖いの。ね、ちょ。そう。ちょ、君そこにいてずっと。ちょっと待ってて。私が異変見つけるまで。あー、異変なさそうかな。ごめんね、ここで。ちょっと待っててね。一人だと怖いんだよね。だから、ちょっと待ってて。異変ね、こっから見た感じじゃないわ。オッケー、行きよし。意外と下のさ、これ黄色いブロックの部分が変わったりとかする可能性もあるんだけど、なし。オッケー。大丈夫。これ自分を信じよう。I believe me。オッケー、行きましょう。あ、2番来た。オッケー。よし、順調。マジで一発クリア目指そう。さあ、でもそろそろ異変来そうなんだけど。見まーす、ちゃんちゃん。はい。おじさん、こんにちは。とりあえず、おじさん早めのうちに止めとこうかな。おじさん、ごめん、怖いからさ。ちょっと待ってて。はい、ポスター確認してるよ、私今。ポスター。ポスター、顔がない！あ！待って、おじさんの顔がない！乗ってるもん！異変！え？大変！ちょっと待って。え？こんな異変あったっけ？おじさんの顔がない異変なんてあったっけ？嘘でしょ？3番だ。え？これ捕まったらダメ？どこに行く？めっちゃついてくんじゃん。え、超ついてくんじゃん。怖いんだけど。3番だよ、これ。いない。あ、もういないんだ。怖っ。え、おじさんの顔がさ、のっぺらぼうになる異変なんてあったっけ？ VR のオリジナルの異変があるとも聞いたんだけど、それかな、もしかして。え、待って、ね、めっちゃ怖いさ、異変が追加されてたらどうしよう。本当に泣いちゃうかも。とりあえずおじさんストップ、そこで。おじさん、ちょっとそこで待ってて。ちょっと待って、ストップ。ごめんね、本当にごめんね。ちょっと待って、怖いから、一緒にいて。結構ね、ポスターがでかくなるとかそういう異変もあったりするんだけど、ないね。うん、ごめん、オッケー。おじさん、ちょっと待ってて。おじさん、一緒についてきてほしいんだけどね、本当になんなら。あー、行かないで。オッケー。あ、大丈夫。いない。異変ない。きっとない。よし、行ってよし。ポスターも変わってない。かわいいワンちゃんと。はい。パリピなポスター。あ、オッケーね。排気口も特に変だし。地下広場の文字もおかしくない。これ進みますよ。防犯カメラのこの目とかも動いたりしないね。 OK、 行きます。あー、怖い。大丈夫？動いてない？ OK。 ちょっとこれ、私の手見せとこうかな、みんなに。どう？かなりビッグハンドじゃないこれ。あ、でも爪切れ、ちょっと切ってるみたい。あ、すごい、偉い。これね、保険医に引っかかんないね。さあ、4番になってれば成功。4番出口になってれば成功。さあ、見ていきましょう。ほい。オッケー！待って、本当にこれさ、皆さん、私、一発クリアいけますよ。一発クリア。よし。でも、怖い。結構、家怒るからな、8番出口。まあ、びっくりする系見てほしいな。うん。ある程度、わかりやすくて、怖くない家ならいいんだけど、とりあえず、これ、ブロック。展示ブロックとかもオッケーね。はい。ポスターも大きくなったりはしてないし、乾くはなってない。
ドア開いたりしないし、おじさんもおかしくない。ちょっとおじさんストップ、ごめん、本当にごめんね、いつもごめんね、毎回ごめんね、怖いからちょっと待ってて、ね、そこで一旦まずここの行っちゃったよ、待ってよ、ねえ置いてかれた、おじさん、ちょっと待って、今異変起こった、私とっても怖いです。あ、でも大丈夫そう、ポスター変がない、開かない、ドア大丈夫、排気口も OK、 地下広場文字 OK、 はい大丈夫です、異変ないです、ないない大丈夫ない、行きます、5、え、待って、もう5番出口行くんじゃないこれ、はい来ました、5です皆さん、5番出口行きます、あとちょっと、あとちょっと、びっくりする系本当に見て、可愛い異変とかなかったっけ、あ、でもおじさん、おじさんの異変は結構面白いから、おじさんの異変とかだったらいいんだけど、変なさ怖い異変とかは本当にやめてほしいなって思うんだよね。とりあえず金融のポスターとかね、あ、でもこれなんか増えるとかそういう異変あった気がするな。こっち側のポスターは変わりない。おじさん、ちゃんとストップかけとかないと。おじさん、ちょっとストップ。はい、ストップ。もう目の前でいいよ、いいよ。ここで待つわ。あ、すっごい、あ、ちょっと待って、ストップ。待って。おじさんの肌の質感とか超見やすい。すっごい。ごめんね、ずっと止めちゃって。とりあえずここで異変チェックするわ。排気口2つ、出口8番。ポスター変化らしい。OK。ごめんね。はい、行ってよし。よし、異変ないよね、ないよね、この後出るが一番嫌だ、おじさんがいなくなって出るとか一番嫌だからね、嫌な感じすんな、大丈夫、音とかもさめっちゃ聞こえるから、いろんな方向から没入感がすごすぎるんよ、そのおかげでとても怖いです、やばい、もう、ま、多分ね 前のめりになっちゃってる、ちょっと背筋ピンってしよう、よし、はい、怖いよ、これでもマジでみんなにやってみてほしい、実際にやってみないと分かんないことがあるんです、皆さん、はい、なんでゼロ、嘘でしょ、なんでゼロ、嘘でしょ、なかった異変、ねえ、ダメです、これが異変です、皆さん、皆さんこれが異変です、これ、この文字がゼロになってること、これが異変です、え、絶対いなかった、だっておじさん止めてゆっくり見たもん、絶対いなかったね、嘘だって振り出しに戻った、最悪、ね、なかったよね、ね、おじさん異変なかった、え、照明の数とかってもう変わるんだっけ、え、そんな細かい異変あったっけ、ポスター変わってないでしょ、おじさんちょっとストップよ、ストップ、おじさんストップね、はい、ストップ、え、なかったよね、扉も開いてなかったし、なに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 、おじさんなんか変わってた、ボタンの数一つ違うとか、そんなことないよね、わかんない、よし、え、マジで怖い、なんでなんでなんで、え、ここのポスターに写ってる人の数が変わるとかないよね、その絶対気づけないもん、嘘でしょ、音の変化とかもありえるからちゃんと聞かなきゃいけないけど、ただ怖すぎてあんまりね、音を上げたくないんだよね、変化なし、あれ変化ないね、ここね、これはもう大丈夫、異変ないから進めよう、さあ1番 OK、 今度こそもうほんとにね、早くここから出たい、マジで異変なくてスーっていけちゃうのが一番いいんだけどね、私にとっては、さあどうだ、パッと見て分かる異変がいいな、うん、照明とか特に問題ない、展示ブロック問題ない、禁煙の紙も特に問題ない、そう、ポスターチェックいきますか、ポスターチェック大きくなったりしてないよね、おじさん特に変化なし、うん、大丈夫大丈夫、おじさんストップ、おじさんストップ、 OKOKOK、 もうポスターも特に変化ないよね、そうだよね、特に扉の数とかも変わってない、え、 OK じゃね、 OK じゃね、はい、おじさん行っていいよ、で地下広場の文字も、
だーれだってできるおじさんにこうやって、え、すごい、ね、見て、ね、ね、ね、見てこれ、スマホじゃなくて私の手、見て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 、おじさん、これどう思う、なんだと思う、これやばくない、ね、スマホなんか見てないでさ、教えてよ、これ異変だよね、何があったの、わかんないか、じゃあ私行くね、2番だ、2番出口来た、手が変わるとかあんの、気がある、どう、戻れ戻れ、手戻れ、怖すぎるんだが、戻った、綺麗な手、ちゃんと爪切ってる、怖かった、そんなこともあんの、これ多分 V、 わかりやすい、ありがとう、この異変はわかりやすいよ、あれはこういうのがいい、本当にもう怖くないのがいいよね、よし、じゃあバイバイ、もうここは私もさっきはわかりやすいんで行きます、 OK、 これ3番出口いける、いけるね、はい、来た、よし、いや、手怖かったわ。でもね、面白いね。ちゃんとさ、VR 版の異変もあるのは、なんか新鮮で楽しい。私全部さ、通常のやつ見ちゃってるから、異変。そう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 。出た、もう大嫌い、君たち。嫌すぎる。ごめん、みんなごめん、私これ帰るよ。私これ超苦手だから。ごめん、本当にごめん。怖い怖い怖い、嫌い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 。あれ振り返ると、やばいやつ。あれ振り返るとやばいやつだから、ごめん、本当にごめん、あれ苦手な。あの、見たい人は前の動画見て、え、なんだ、ん、まあ、でもこれ異変だよな、マジで怖いの、あれバーンみたいな、あの兄弟2人組本当に許せないよね、よし、いきます、今4です、4番出口、手おかしくないね、待って、私もクリアするよ、絶対クリアするよ、出たいもん、早くポスター確認、とりあえずおじさんストップかけるよ、特に問題はなさそう、出口8でしょ、行くし、やばい、待って、この緊張感何、本当にいるんだって、ねえ、伝わってる、皆さんにこれ本当にいるんだよ、8番出口に、あ、終われ、早く終わってくれ、こんな通路、ちゃんと大丈夫だよこれ、5だよね、 OK、 あ、さっきも5まで行ったんだっけ、さっきも5まで行けたんだっけ、 OK、 あと3クリアするんだかな、よしよしよし、びっくりした、あ、はい、すいません、びっくりした、異変かと思った、すいません、録画ですね、あ、はい、録画し直します、もう一回閉じる、あ、間違えた、え、あ、やらかしたの、もしかして、あ、最初からやりちゃった、あ、嘘、やっちゃった、皆さん、私はとんでもないことをしてしまいました、間違えてるよ、閉じたやつ、最初から嘘でしょ、でもとりあえず分かってる、もうあの注意書きが来るまではあの異変ないから、もうとりあえずそこまで進みます、あの、いいよいいよいいよ、逆にね、もう余裕でクリアできちゃいそうだったって思ったんだろうね、きっとね、私のどっかの私が、だからいいよ、みんなこっから見ててスムーズに8番出口まで行く私を、はい、でここは今ゼロなんで、うわー、でもまた振り出しか、5から0はだいぶでかいよ、しかもさ、リセットされてるわけだから、さっきの怖い異変とかもまた起こる可能性あるよね、手が変わるとかもありえちゃうんですよね、はい、 OK、 スムーズにいこう、言いすぎると怖いんでね、はい、ポスター変化なし、ポスター変化なし、はい、飛行とか扉も OK、 ポスター変化ないね、でかくなったりしないね、おじさんストップだよ、おじさんストップ、はい、ストップです、すいません、はい、扉 OK、 変化なし変化なし変化なし、大丈夫ね、じゃあ行きます、バイバイ、おじさん変化ない、手も変化ない、私が見逃してた変化ってさ、手だったりするのかな、もしかして、さ、ちょいちょい手見れば、やっぱ手この辺にあった方がいいのかな、こうやってみんなに手を見せていこう、手の変化があるかもしんないから、どうしよう、でもなんか手相が増えてるから、でも私気づかないかもな、そんなの、大丈夫そう、さあこれで多分11いきましたね、ちら、はい、1です、素晴らしい、 OK、 よし、この調子でも私は行きます、帰ります、8番出口から出て、さっさと。なんかおじさん顔変じゃね？髪の毛薄くね？あれ？で、ポスター確認、OK。いや、なんかいつもより堂々としない？え、そんな異変あったっけ？いつもより堂々とするって異変あったっけ、おじさん。私のこと見てね！ちょっと待って、何？え、な、ま、
あでも本当にね、あの良くないって、地下通路でさ、ねえ、ちょ怖いんですけど、でそんな見ないでください。もうスマホ持ってる状態でこっち見ないで。え、もうこっち見てるのバレバレだよ。スマホ持ってるふりしてるかもしれないけど、見てるのバレバレだからね、言っとくけど。ねえ、ねえ。ちょっと目線合わないんだよな。うん。あ、でもすごい、眉毛とかもすっごい綺麗に整えてるんだね。眉サロンとか行ってんのかな。ちょっとおすすめの眉サロンとか教えてほしいんだけど。うん。じゃあ、異変なんで。バイバイ。オッケー。おじさんの異変はね、怖くないね。なんかめっちゃジロジロに見えました。はい、3番出口です。オッケー。さあ、次は、異変、ある?パッと見た感じはなさそう。ポスターの変化とか、展示ブロックとか、オッケー。ポスターは大きくなったりしない?大丈夫ね。おじさん、うん、今回私に興味がないみたいだ。全然見てないもん。はい、ストップ。扉も開いてない。オッケー。排気口もオッケー。よし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 。音とかも特に変化ないよね。よし、行ってよし。はい。ガチャとか急に開いたりするからね、こういうの。あとはこの監視カメラの目とか。あ、来ました、ほらね、ね、言ったでしょ皆さん、こういうのがあるんだよって。引き返します、引き返します。よし、オッケー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 。まあ、あの監視カメラの目が動くぐらいは別にそんな怖くないね、分かってたから。でもナイスタイミング。うん、よし。でしょ、おじさん、展示ブロックのど真ん中でね、立つのは本当に良くないと思うよね。え、ちょっともうちょっとそっち行った方がいいよ、端っこ行った方がいいよ、これ人の迷惑で。しかも左側通行だから、こっち、そこど真ん中。聞く耳持たないけど、まあ、とりあえず、はい、4番出口来ました。オッケー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 。この調子でもう帰りますよ、本当に。さあ、何来る?分かりやすいの来て。分かりやすいの、パッとすぐ引き返せる。いやー、はい、分かりづらい。パッと見た感じ変かなし。あー、怖いの来ないで、本当に。怖くないのだけ来て。ポスターオッケー。こっちのポスターは見てよ、おじさん後ろ、後ろ、後ろ、上、上。ね、天井に顔みたいなシミがあるんだって。わかる?もうさ、その前ばっか見てないで。いや、前ばっか見るのもいいことだけど、たまには上を向いて歩こう。ほら、ね、見て。あそこに顔があるの。ありへんだよね。一緒に行こうか、あっち、後ろね。よし、共に行こう。私、後ろついておいで。よし!これ5です、次。5。また戻ってきた。はい、来ました、5。私、何回5見てるんだろう。で、私、まだ今回では6まで行ってないから、こっからが記録更新ですね。よし。パッと分かりやすい異変。来い。あー、おっさんが早歩きしてる。これね、確か追いつかれたらダメだった気がするから。待って、どうやって走んの?え、どうやって走んの?急いで!急いで!待って、おっさん来てる!わー!あ、ロック来た!急いで!急いで!待って、おっさん来てる!わー!あ、ロック来た!おー、来た!だから左側通行だって。でも今回展示ブロック踏んでない、偉い。びっくりした。よかった。はい、6来ました。はあ、なんかおじさんの家も怖く感じてきたな。いや、待って、思ったんだけどさ、確かにシンプルに考えて、冷静に考えて、おじさんが早歩きで追いかけてくるってめっちゃ怖いだんね、ぶっちゃけ。ちなみに、はい、家を探そう。この調子でいけば、あとは7、8っていけるからね。オッケー。みんな私出られるよ、こっから。お願い。みんな、私をこっから出して。ということで、とりあえずおじさんをストップかけます。おじさんストップ。はい。よし。おじさんなんかいい質感のズボン履いてるね。いい会社に勤めてんのかな?とりあえず、排気口、扉、今のところ異常なし。ポスターも、オッケー。はい、行けよし、どうぞ。オッケーかな?あ、普通に音?これ今生活の音?わかんない。もう怖い!どっち?みんなも怖いでしょう。いつもより慎重だから私が。逆に怖いでしょう。はい。振り返るっていうのも大事なんですよね。たまには、これも人生と一緒です。たまには振り返ることが大事です。はい。OK。振り返りました。もうないよね、これ以上。もうさっきみたいに戻るとかないよね。もうさすがに。ないよね。もう再度確認してるんで、しつこいぐらい。よし。いきます。手も OK、 もう綺麗な手。よし、いきます。次が7になってないと逆にそれが異常なんで、皆さん、はい、異変なんで、それが。さあ、どうだ、お願い。 7! 7来た。待って、あと次8。
8で8をクリアしたら出られるってことだよね。お願い、もう異変来ないで、本当にお願いお願いお願い。異変来るなら分かりやすいやつ、今異変起こってるよってもう言ってくれていいぐらい、本当に分かんないよこれ、分かりづらい、ないか異変が分かりづらいか、どっちどっち、とりあえずで今回なんかおじさんの異変結構見るんだよな。おじさんゆっくり歩きになってるとかないよね。どうなんだよね。はい、ごめんね、前でごめんな、後でちょっと口座に少しだけ振り込んどくから、この分。ポスター今のところ変化なし、扉も開いてない、本当に変化ない、大丈夫、オッケー。おじさんの服も変わってない、どうぞ、オッケー。手も綺麗、大丈夫じゃね、扉開かない、大気候 OK、 地下広場ないよ、ないよこれ、お願い頼む、お願い、出られる、いける、お願い、もう異変なくこのスムーズに行こう。何番？知ら。8来た！いけるいける！お願い。やばい、マジで心臓バクバクする。出たい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 よ！いくよ。もう、この次の、右の振り返りで、パッと分かりやすい異変だったらいい。頼む！いくよ。せーの。分かりづらい。分かりづらいって。え？あ、待ってこれ、ポスターでかなってる、見て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 、ポスターでかくなってるね、落ちた、見て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 、ほら見てね、見てこっち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 ね、見てすごくない、そうストップストップ、ほら分かりやすい、しかも怖くない、異変ありがたい。じゃあこれ戻るよおじさん、もう私たちは会わないかも、一緒に行く、一緒に行こうかね、おじさんもループしちゃうんだもんね、出よう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 、おじさんの背中ついてるからさ、おじさんのさ背中のシャツのシワお化けみたいだね。でもこれ怖がるから言わない方がいいのかな、これが異変だって。しかも若干夏だからかな、おじさん背中汗かいてる、すごっ、こんなのまで細かいんだ。あ違う、これインナーの柄がちょっと見えてんのか、分かりやすいね。とりあえず8番出口来たわ、じゃあねバイバイ、またね。おじさんも爪ちゃんと綺麗に切ってるんだね。でも私の爪の方がめっちゃ綺麗じゃないほら。ね。じゃあ、私は行くんで。じゃあね。やったー！ 8 番出口！待って、出られるよね、これ。あれ？またワンルートあったりする？いや、ない、ないはず、ないはず、ないはず。終わりだよね。知らん？あれ？おじさんまた来た、どういうこと？ん？まだ終わりじゃないの？嘘、完全に私もゴールだったんだけど、完全にゴール決めるテンションだったんだけど、嘘でしょ、え、返して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 、今の私の胸の高鳴り返してほしいんだけど、無駄に胸高鳴ったやないかい、ちょっと待って君、待ってておじさん、ストップ、異変がなければ私は怖くないから大丈夫そう、ポスターは大きくなってないし変わってない、変化ない、 OK、 とりあえず OK、 排気口とかも今の感じは大丈夫、じゃあ行きます、はい、行ってよし。せっかくおじさんとバイバイお別れしたのに、なんかまた会うって気まずいよね、超気まずいよね。よし、あー怖い、地下広場でしょ、結構ね、え、何の音、生活音、もう本当に怖い、ちょっとした物音、マジでさ VR つけてる時さ、たまたま部屋で鳴った音とかがさ怖く感じるんだけど、もう世界観に入り込んじゃってるからこっちはね、わかる、ね、そうなんですよ、家なくない？天井のシミとかもないよね。天井ブロック OK。手綺麗。はい。OK。今度こそ？本当に？今度こそ？ごめんね、しつこいくらい確認するよ、私は。なぜならもう出たいから。よし。左側通行。よし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 。さあ、何になってんのこれ。いくよ、知らん。成平ビール行くわ、よし出られる、すっごくの階段とか、うわー
する人いるよね、偉そうな人。拍手拍手、よし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 、やったぞ。え、何分でクリアしたんだろうね。やり直しとかあったけど、実質やり直しなかったら私1ミスクリアだからね。うわ素晴らしいわ。はい、ということで今回はですね、こちらのメタクエスト3を使って8番出口 VR をプレイしてたんですけども、めちゃめちゃ没入感すごかったですね。本当に夢中になりすぎちゃって結構な時間プレイしてたんですけど、意外と疲れにくくて本当に時間があれば無限に遊んじゃいそうだなって思いました。今回はね、8番出口 VR をプレイしてみたんですけども、他にもですね500以上のコンテンツが揃っていまして、さっき私もラインナップをバーって見たんですけども、本当に楽しそうなコンテンツがいっぱいで、すっごくワクワクしました。ぜひ皆さんもね、メタクエスト3気になった方は概要欄チェックしてみてください。はい、ということで今日の動画は以上です。楽しんでいただけましたらチャンネル登録、高評価、コメント、そして通知をオンによろしくお願いいたします。 SNS は X、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。